本中がお盆休みだと言われているときに、こんなに大勢の皆さんが国会の前に集まって戦争法案反対、安倍内閣の退陣を求める声を上げている、心から連帯をしたいと思います。私たちにお盆休みなんかないという思いですよね。何としても廃案にさせていこうではありませんか。実はこのお盆休みに入って国会も一時休戦と言われる前に、何とかして特別委員会開いてくれと与党の側も言ってきて開いたんですね、特別委員会。ところがこの特別委員会開いた途端に、我が党の小池晃議員の資料でストップをしてしまいました。次お盆明けいつこの特別委員会が再開できるかわからないという状態にもなってまいりました。一体どんな資料を配ったのか、実は今日の私どもの機関紙の新聞赤旗3面にお配りした資料がそのままほとんど載っているので、機会のある方ぜひ見ていただきたいなというふうに思うんですけれども、とんでもない資料です。自衛隊の統合幕僚幹部が作成した、自衛隊のまさに中枢部の方が作成をした資料です。いつ作成をしたのか、このスケジュール表みたいなのがあって、その中で5月の終わりぐらいのところに現時点って書いてあるんですね。ということはこの戦争法案を閣議決定をして国会に提出した頃に作った資料だということになります。ところがこのスケジュール表のようなところに何と書いてあるのか、8月中に法案が成立をすると書いてあるんです。そして来年の2月にはこの法律を実施するんだと言って、具体的にこういう検討していこうじゃないかということが作られているんです。法案の審議も全く行われていないうちに、自衛隊の中枢部でこの法律が成立したら何ができるかということを事細かに計画を立てていた。皆さん、これとんでもないことではないでしょうか。このこと小池晃副委員長が追及をいたしましたら、中谷防衛大臣はどういう資料なのかがよくわからないので答弁できないと言いました。防衛大臣の知らないところで自衛隊がこんな暴走をやっていたとしたならば、皆さん戦前の政治と同じではないでしょうか。政府の意向も国会の審議も関係ない、どうやってアメリカ軍との共同行動を進めていくのか、しかも何と書いてあるかといえば、軍軍間の調整所、アメリカ軍と自衛隊のことを軍軍と自ら呼んでいる、まさに軍隊そのものではありませんか。こんな恐ろしいことが戦争法案の審議が始まる前から進んでいた、このことが明らかになった以上、この法案そのものはもう審議に値しません。廃案にしたければおかしいです。日本の民主主義が根本から破壊されてしまいます。そして皆さん、こうしたアメリカ軍との自衛隊との共同は、あの沖縄で墜落をしたヘリの事件を見ても明らかになってきました。あの墜落したヘリはアメリカ軍の特殊部隊の作戦に使っているヘリだと NHK などが報道をしています。そのヘリに自衛隊員2人が乗っていたことが分かったではありませんか。国民無視、反対の意見も無視、アメリカと一緒に戦争ができる特殊部隊の作戦にまで自衛隊が加わっていく、こんなことを断じて認めるわけにはいきません。安倍内閣は即刻退陣